俳優の横浜流星が22日、都内で行われた、日鉄興和不動産の新築分譲マンション、リビオの新 CM 発表会に出席。シリーズ第3弾、海か森か編、23日放映開始の撮影エピソードなどを語った。新 CM は、マンション購入を決意する男性を主人公横浜としたストーリーを描くシリーズの第3弾。昨年放映された第1弾でマンションを買うと決心し、第2弾でリビオのマンションギャラリーを訪れ、未来の暮らしのイメージを膨らませた。今作「海か森か編」は、気になる物件がある2つの街を歩き、その土地での暮らしを想像していくというストーリーとなる。横浜は撮影を振り返り、1日で海と森に行くことができましたし、ワンちゃんとも触れ合うことができて、リフレッシュすることができました。最高の撮影でしたねと笑顔を見せ